サバイバルプログラム、スターズ・アウェイクニングを通じて結成されて以来、N.S サインは世界中のファンに愛されるグローバル K-POP グループになるために自信を持って前進しました。当初はプロジェクトグループの予定でしたが、2023年7月1日に正式になりました。ボーイズグループと一緒に過ごす年数が増えるにつれ、 ファンもファン以外も同様に彼らについてさらに学び続けています。彼らは身長から MBTI の性格タイプに至るまで N.S サインのあらゆる細部を知りたがっています。そう思われる方はもう探す必要はありません。N.S サインの MBTI については以下をご覧ください。カズタ、ISFJ、ディフェンダー、 ISFJ の性格タイプは擁護者です。この性格タイプの人は独特の意味で温かく控えめな傾向があります。彼らは効率的で責任感があり、日常生活の実践的な細部に最新の注意を払っています。ディフェンダーは独自の方法で世界を動かすのに貢献しています。擁護者は締め切りを守り、誕生日や特別な日を覚えていて、 伝統を守り、愛する人に思いやりとサポートのジェスチャーを与えるタイプです。彼らは自分たちのやることすべてに評価を求めることはほとんどなく、舞台裏で活動することを好みます。ヒョン、ISFP、冒険者、ISFP の性格タイプは冒険家です。この性格タイプの人は、心を開いて、人生、新しい経験、 そして地に足のついた温かさを持つ人々に取り組む傾向があります。今この瞬間に留まる能力は、エキサイティングな可能性を発見するのに役立ちます。冒険者は人生そのものを自己表現のためのキャンバスとして捉えているため、真の芸術家として描かれています。冒険者は、ユニークな個人としての自分を生き生きと反映して行動します。彼らは、好奇心に駆られ、 新しいことに熱心に挑戦します。この性格を持つ人々は、多くの場合、魅力的な情熱や興味を持っています。純欲、ENTJ、司令官。ENTJ の性格タイプは、司令官と呼ばれます。この MBTI を持つ人は、勢いと達成感を愛する決断力のある人、と言われます。 彼らは創造的なビジョンを構築するために情報を収集しますが、それに基づいて行動する前に長い間躊躇することはほとんどありません。指揮官は生まれながらのリーダーです。この性格タイプの人は、カリスマ性と自信という賜物を体現しており、共通の目標の後ろに群衆を集める方法で権威を投影します。指揮官が好むものがあるとすれば、 それは大小を問わず良い挑戦であり、十分な時間とリソースがあればどんな目標も達成できると固く信じています。サングヤン、ESTJ、エグゼクティブ、ESTJ はエグゼクティブと呼ばれます。これらの性格タイプは非常に不屈の精神を持ち、自分自身の良識的な判断に忠実に従う、彼らは多くの場合、特に安定させる力として機能し、 逆境の中でも確固たる方向性を示すことができます。幹部は伝統と秩序の代表者であり、何が正しいのか、何が間違っているのか、そして社会的に受け入れられるのかについての理解を活用して、家族とコミュニティを団結させます。正直さ、献身、威厳という価値観を大切にするエグゼクティブ性格タイプの人は、明確なアドバイスや指導が高く評価され、 困難な道でも喜んで先導します。ロビン、ISTP、バーチュソー ISTP の性格タイプはバーチュソーです。彼らは個人主義的な考え方を持ち、外部とのつながりをあまり必要とせずに目標を追求すると言われています。彼らは好奇心と個人的なスキルを持って人生に取り組み、必要に応じてアプローチを変えます。 名手は手と目を使って仕事をするのが大好きで、冷静な合理主義と活発な好奇心で周囲の世界を調べます。この性格タイプの人は、プロジェクトからプロジェクトへと渡り歩く生来のメーカーです。彼らは、楽しむために役立つものと余分なものを構築し、学びながら学びます。彼らにとって、手を汚して物事を分解し、 以前よりもうまく元に戻すことほど大きな喜びはありません。半順、ESTP、起業家、ESTP の性格タイプは起業家と呼ばれます。彼らは、精力的で行動力があり、目の前にあるもの全てを巧みに操縦すると評されています。彼らは、他人と交流することでも、より個人的なことを追求することでも、 人生のチャンスを見つけるのが大好きです。起業家は常に周囲に影響を与え続けます。ESTP の性格タイプは、率直なユーモアと注目の的になることを愛することで、笑って楽しませます。聴衆がステージに上がるように頼まれた場合、起業家はボランティア、または内気な友人をボランティアとして参加させます。ローレンス、ENFJ、主人公。 DNFJ の性格タイプは主人公と呼ばれますこれらの性格タイプは他人を助けることが大好きな温かく率直な人々です彼らは強いアイデアと価値観を持っており目標を達成するための創造的なエネルギーで自分の視点を強化します主人公たちはより大きな目的を果たすという内なる使命を持っています 彼らは資料深く理想主義者であることが多く、周囲の人たちにポジティブな影響を残そうと努めます。彼らは、たとえ簡単ではないとしても、正しいことを行うことを恐れません。主人公は、他者にインスピレーションを与える情熱とカリスマ性を備えた生まれながらのリーダーです。非音、INTP、論理学者、INTP の性格タイプは論理学者です。 彼らは人生の様々な側面に対して型破りなアプローチを取ることを楽しむ柔軟な思考の持ち主と言われています。彼らは個人の創造性と実験する意欲を混ぜ合わせてありそうもない道を模索することがよくあります。論理学者は独自の視点と旺盛な知性に誇りを持っています。彼らは宇宙の謎に戸惑わずにはいられません。これが 史上最も影響力のある哲学者や科学者の一部が論理学者であった理由を説明しているのかもしれません。この性格タイプはかなり稀ですが、その創造性と創意工夫により、論理学者は群衆の中で目立つことを恐れません。エディアンプ、ドーハ、INFJ、擁護者、エディとドゥーヘクタールは同じ MBTI 性格タイプを共有しています。 INFJ の性格タイプは、擁護者と呼ばれます。この性格タイプの人は、深い視力深さと想像力を持って人生に取り組む傾向があります。擁護者は、すべての中で最も珍しい性格タイプの一部であると考えられていますが、それにもかかわらず、世界に顕著な痕跡を残しています。理想主義的で原則に基づいた彼らは、人生を惰性で過ごすことに満足せず、 立ち上がって変化をもたらしたいと考えています彼らの mbti 性格タイプの結果はメンバーと一致すると思いますか